いきま、はい、いいっすか。おっす。おっす。おっす。はい、まるです。今回のゲスト。今、深夜2時を迎えましたけども、高校の友人、まるですね。東邦学園のスポーツ推薦の、まあもう、戦友ですね。戦友と言っても過言ではない。3年間一緒の、友人ですけども、まあ、本当にひょんなきっかけから、もうこうやって出会うことになりまして、彼の自宅で今飲ませてもらってまして。ありがとうございます。いや、とんでもない。それでちょっとまあ、なんかスポーツ推薦の、東邦学園のスポーツ推薦って意外と知られてないんで、まあそのことをなんか緩く話せればなと思うんで、ちょっとよろしくお願いします。東邦的にどうだった？リアルな話、リアルどう？京都の楽しかったっていうか、ね、サッカー部の話させてもらうと、やっぱりこの、うん、このスポーツ園クラスの中が憩いじゃん。うん、憩いの場ね。そっからがさ、なんて言うんだよ。憩いとか、よう言うわ、お前の口から。そっから地獄だから。確かに。なんて言うんだ。あ、だから、あ、そう、スポクラの場がね、なんかその、あ、まあ、その4弦、5弦、6弦までは、そうそう。確かに憩いっていうか、まあ癒しか、癒しじゃない、癒しまではいかないけど、確かにスポーツを忘れられるというか、なんかそういうこと、ね、ここまで、なんで4時まで、4時まではもう授業だからみたいな。せやなまあ、はっきり言ってどう休むか、それはあるかもしれない。どう休むか、どう、うん、どう、それはあるかもしれない。どう、なんだっけ。俺はだから水泳部で言うと、そのなんかスイミング練習だったから、学校練習じゃなかったの。あ、酒作る？いや、自分で作る。酒作ってきて。ビールね。そう。あ、いや、まだ。いや、もう小さいの。いや、いい。いや、こういう話の展開が一番いい。でもみんな知りたいからね。東邦のスポクラどう思ってんのみたいな。一番知りたいやつ。まあ、言えないことばっかりだよね。言えない、そうだ。だからそれも言ってもらった方が、なんだろう。まあ、俺もカットするけど、その、カットしちゃうけど。本当にある意味癒しだよね、サッカー部。いや、ああ、確かに。いや、でもだから当時癒しだよ、マジでいい。だってさ、なんて言うんだろう、あるわけじゃん、うん、スポーツ、その他の高校でスポーツ科みたいのは、うん、昼から練習があったりするわけじゃん。あ、そうなの？そうそうそう。他のスポーツ科は、そうそう、あ、他の高校ので、そうなんだ。サッカー部、昼から練習、地獄なわけじゃん。まあね。俺らはちゃんとしたもん、ね。俺はちゃんと。朝はできないし。朝やってた。朝練とか。朝練とか。野球部やってたもんね、朝は。いや、野球部なしだと思うよ。ほんと？なんか朝やってなかった。いや、たまにやってたな。それ多分雑用か、自主練だ。そっか、そっちか。でも、まあ、文武両道だから、基本は。ああ、そっか。そうそう、だから。ああ、でもね、高校そうだよね。そう。で、ちょっと遠い2時間ぐらいかかる人もいるから、はい、あ、なか昨晩朝練はなかったわけ。そうだね。そう、いや、そういうイメージあるよ。そうそう、それでまあねだって朝の栗平で新指からの乗り換え一緒だったもん。うん、乗り換え一緒で、なんか大体車両決まってるじゃん、みんな。そうそうそう決まってるね。そうで、俺トコヤとかケイとかと同じだったから、で、丸も一緒だったかな。そう、多分大体決まってるやん、うん、時間帯とね。そう、基本、あの、何時の何時に乗る、何時の電車の何時に乗るって。多分俺ちょっと遅かったのかな、どうなんだろう。いやいや、同じだよ、いや、同じだよ、絶対。早かったか、でも誤差はあるよね。丸若干早いかもな。早い方かも。もしかしたら、早かった、でも丸いたもん。だって、あの教室行ったら、丸いるわって感じのイメージある。教室ほっこりパターンもあるわけじゃん。ナイス。ほっこりパターン。朝行って、こう、ちょっと教室で、うん、イオンも仕事場でもそうなんだけど、うん、ちょっとこう、何、仕事までの。あ、ちょっと余韻というか、余韻、ああ、ちょっと自分余裕を残した上での。でもさ、性格的にはギリに行って OK な人も。いるね。でも丸はそうじゃないもんな。そうそう。確かに。確かに。それはある。なんか丸、早く行っちゃって。早く行って、ちょっとほっこりした。ああ、朝でしたね。ああ、ほっこりした。ああ、そう。確かに。俺とかは別にもう、別に全然、そう言ってもギリギリ。もうギリギリ、別にギリっていうか、もう普通にもう時間までに。それもあるわけ。だから、職場でもそうなんだよね、やっぱり。両方だよね。で、サッカー部でもそうだし、練習だけの時も、土日とかでね、ギリに来る人もいれば、
あ、練習もなんていうの投稿で、うん、そうそうそう、毎日でちょっとほっこりして、そっからちょっとこう、そうなの、おろおろおろ、それはある、それはあるかも、性格、性格だから。マジで、うちの夫婦はそうだもんね。あ前持って行動したいけど、なあちゃんはギリギリみたいな。あー、なるほど。そうそうそう。でも水泳でもあるんじゃないかな、多分。いや、いるけど、なんか割と水泳部、水泳界の方が結構、例えば県合宿とか、うん、そういうのは厳しいかもしれない。あ、もうそれみんな同じってこと。そう、その許せないっていうか、その遅刻がありえないっていう。あ、遅刻はないけど、遅刻の、ね、あ、ギリギリか。あ、ギリギリ、あ、ギリギリは確かに、まあ、工事によるから、まあ、時間は間に合ってるけど。そうそうそ う, そう。ああ、それはいるかもな。そうだ、いるじゃん。だから、まあ、水泳で言うと、時間前に来てちょっとストレッチして。いやー、いい、いい、サッカー部でも、それはいます。そう、来て、まあ、それはいます。やりたいとか、それはいます。確かに、いる。それでも、だ、確かに。で、それも授業の開始もなんかちょっとあるよね。だからあるね。ちょっとこう、朝飯食べたり。ああ、そっか、余裕ちょっと持ってる、ね、余裕を。ギリに来てもう、まあ、速攻授業みたいなやつもいれば。確かに。そっか。でも大体早く来て、なんか食堂行って飯買ってるパターンが多かったよね、どこで。うん。でも俺はなんでこんな早く登校してんのかなって思ってて。それ多分、まあそうだよね。あと先輩と被りたくないもあるし。先輩は 何時に投稿したの？先輩一番遅いのか、投稿は。いや、わかんない。それは、だから、その、俺わかんなかった。感覚で行くんで、感覚っていうか、その、1年生のうちからこう、この時間に先輩いるみたいなのを積み重ねていっての、じゃないかなと思う。ああ、そういうことか。多分。全然覚えてないけど、投稿は。覚えてねえな。なんかもう、まあ、15年、16年前はサッカー部は特にそんなにあれはなかったんですけど、かった、制限は、なんていうんだろう、野球みたいに、うん、上着脱いじゃいけないとか、絶対のこの学ランね、そう、ワイシャツのめくり方みたいな。そんなあったの、野球部って。多分あると思うよ。マジ野球部も呼んで話してるけど、でも、まあ、話できねえか。絶対あると思うよ、あるよな。なんかこの三つ折りみたいな。あるな、なんかあったよね。学ラン、夏。なんか決まりあったよ、それで、あの、外に出るんだったらこの格好をしなきゃいけないみたいなことでしょ。ある。ああ、確かあったかもしれないな。でも、まあ、もっと厳しいとこもあるらしいけどね。登校の。飲み？飲みって。いや、飲みはやるよ。飲み会？飲みはやるよ。でも、OB 会って言っても、なんて言うんだろう。あれはどうすんのかな。うちら関わってない大魔いるわけじゃん。いるいる。だから、それは後輩。つってで、こう、なんかね、試合に出ると、結構声かけてくれる人がいて、うん、後輩がいるの。うん。マヤさんみたいな。でも、東北学園水泳部です、みたいな。おー。いるんだ、すごいんだよ。へぇ。え？あ、そうなの？ありがとう。みたいな。俺がしてくれるんだ。そこから繋がる。スポガレした、マジか。なさき連絡先教えてみたいな。そうな、にもなるし、俺一応水泳部の飲み会の幹事やってるから、うん、毎年やってて、もしよかったら来てよみたいな感じ。ああ、したつって、そこで毎年やってんだよ。やって、あ、俺らやってんだよ、うん、で、顧問を中心にやってて、うん、それでやってるから、ね、どこら辺で来るの。でも最低、一番めっちゃ来た時は、何個下？ 6 個下ぐらいまで来たんじゃない？上は。上は、でも上も6個上ぐらいまで。あ、そうなんだ。誰？みたいな。14を超えてるの、全然超えてる。超えるよね。そう、超えてて、誰？みたいな感じなんだけど、もっと上か、あやぐらい、そう、そんな感じよ。でも、コモンいるしね。いるし、マジで？みたいな。でも、コモンは全部してるじゃん。うん、ありがとう。でもそれスポーカーじゃないんだよ。一般の人も来るわけ。一般の六甲部とか。一般そう。水泳部ってそれがあって、国の木が来るみたいなもんよ。それは違うじゃん、話が。ああ、そういうことか。そう、だから、そういうこと。だから、花形とか、国の木だから、はっきり言ったら。まあまあまあね。俺らからしたら、国の木が来てるやん、みたいな。国の木の方が多いっていうか、あ割合が、ね、そう。スポーカーなんてだから、3だから。そうだよね。そう、だから333であったらいい方で、俺の場合、高1の時は
2-3-3 だからね。そう。だから3-3-3がフル埋まったらいいけどみたいな。でフル埋まらなくても、あんだけ統合で成績、総合成績、だって県高校で、県で総合2位とかだったからね。でもなんか、その、フル活躍してたけど、そこからのみんなには分かってもらえない。なんか、なんだろう。高1の時って、俺らが、まあ、なんか、変に自然に新聞に、神奈川新聞に載ったじゃん。うん。その時に、多分、お前らは、なんで載ってんだって思うじゃん。なんか、いや、こんなに注目されてんの、このマイナーツインズって思わなかった。いやいや、と思ってないと思うよ。マジで？いや、まあ、それがなんかね、え、ね、しかも、夏休みの入る前だった。人によって違うと思うよ、でも。あ、違うか。俺はあれだったよね。やっぱり、誇りっていうか。ああ。ここまで思ってるわけだから。ああ、まあね。そうそうそう、まあね。覚えてくれてるし。水泳って言ったもんね。そうそう。だから。そうね。そう。で、水泳もちょっとやってたし。まあ、確かに。そうそうそう。その話をしたもんね。なんかその話を。他の話を、他の人で分かんないけど。確かに。だって、普通に同級生が活躍するって、嬉しくないなっていう感覚。そうね。ああ、嬉しいね。夏休み入る前に、それをなんか、今もそうだけど、うん、でもそこはでもさ、あの、ね、自己主張が強いわけだから、そうね、何クソと思うやつもいれば、いや嬉しいってやつもいると思うんだよね。いるね。そう、なんか俺らはなんかその時高校1年だし、だからまずその、うん、みんな結果を出す前のなんか、うん、夏の前だったから、うん、4月入学してそこら辺、6月ぐらいに新聞出てたから、神奈川新聞に特集みたいな感じだったから、そこら辺はもうみんな必死だからね。そうだじゃん、もうなんか地獄の時代をレギュラーを取りたいって感じじゃん、みんながレギュラーとかじゃなくて下の仕事をこうさ、ああやって、ああそっか、その一年仕事をやってるって言ったら、ね、そうね、そうだね、そうだと思うよ、多分。確かに、いやいや、そうそう、間違いない、そうだね、どこの、まあ、あれでもそうだと思った。いや、そう、最初はこう、辛いじゃん。そう、辛い、辛いんだよ。そう、1年目はね、みんなそうだけど、水泳もそうだと思う、つらいつらいつらい、みんなそうだけど、やっぱりでも学校にいる人たちもすごい辛いわけ。そうね、ただ多分そんなにね見てる余裕はなかったと思う。確かに、ああなんか同期が頑張ってるなぐらいので、も俺も嬉しかったけどね。でもああ嬉しいよ、水泳やってたから、やってたから、ああ経験的にね。そう、経験的に、いや、すごかった。でも後半あたりのあのね、こうみんな団結したいから、いや、そう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 、なんかそう、全国大会で活躍してたのに、うん、すげえみたいになってたよね。でもね、いや嬉しいけどね、最初は分かんないよね、まだ分かんない、みんな、なんかみんなもう目が死んでたよね。でもうん、1年目でしょ、こいつはこう、1年目ってだから同期で活躍とかの云々の前に、うん、自分たちのだって2年ぐらいの時も、うん、野球部だったら哲郎活躍してるんだったもん。ああ、だって言ってたね。ああ、そうね。その時みんな喜んでたじゃん。確かに、一応ね。ああ、確かに喜んでたね。一番目は確かに。そうか、甲子園ってね。そう、みんな触れてないで。そう、触れてない。そう。確かに。サッカー部は、そう、みんな確かにね、触れてない。もっと、そっか、みんなで触れてあげるべきだったかもね、哲郎もね。もしかしたらね。一人で出てたもんね。頑張ってたもんね、あれ一人でね。確かに、だから、うん。甲子園出てたもんね。2年生で唯一、そうね、そうレギュラーで、レギュラーでね、出てたのね。それで俺らがやっぱり増えてなかったから、なんか、あいつもひねくれちゃったもん。あいつも、そもそもそういうキャラか。もともとああいうキャラだよな。確かにな、あいつ確かに頑張ってたわ。そうだよ、あんな性格だけど、なんだかだね。あんな性格ね。2年でね、レギュラーになってね。いや、そうだよ、頑張ってたよね、あいつ実力あるもんな。東北生行ったもんね。行ったり、ああそうだよ、トマト行ったか。いや、そうや、いや、そう、うん、確かにすげえ見てなってたけどね。でもね、やっぱりなってたよね。なってた、分かる分かる。メンバー長いとか入ってたんだっけ。でもメンバー的にはピッチャー多分覚えてねえな。そんな多分2、3
多分長いは入ってたと思うんだよね。ほんと、うん、多分だけど、でも長いその時お抑えのピッチャーみたいな。結局3年になっても哲郎は多分外野だった気がするんだよね。うん、もうあいつできるし、ポジションも覚えてない。そんな感じだったな。マジか。ほんと、うちらもね、3年の時余裕、ま、一切なかったから。負けすぎてそんなに。いや、夏もベスト8で負けて、うん、あ、な、夏か、あ、そっか、そっか、まあ、4月に、4月以降ってことね。3年になってから、もうひどい話してもらって。へぇ、周り見てる余裕なんてなかった。やっぱり3年になってから、その3年間責任感みたいなのある。あ、あるし、ある。やっぱりね、試合もね、責任感あるしね。へぇ、もう最後出れたからいいけど。うん、丸がゴールを決めた。決めてない。で、試合、あ、決めてパス、そのまま決めてない。アシストの決めた。それすごい下の予選の。いやいやいや、大丈夫。マジででも負けそうだったから。負けそうだったんだけど、本当にそう。ああ、それ勝ててよかったよね。いや、すごいよ。でもそれはそれで。ギリね。マルがいや、それはそれで勝ち抜けなかったもんね。それだけ。そう、唯一投稿で入って貢献したのそれだけど。いや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 、言い過ぎだよそれは。でもそこからでもメンバー入れてもらえるようになったね。あ、ほんと。あ、でもいいじゃん。それはそれで。もう、だから、マッチョが見てくれたでしょ。もう。マッチョがしっかり見たわけだ。でも、その時にもうね、あ、これ終わったなと思って。なんで？大体、終盤で負けてたりすると、うん、フォワードが入るわけよ。あー、メンバーチェンジで。そう、メンバーチェンジ。あ、もうこれ、あ、やべえ、もう負けるかもと思ってたら、うんうん、呼ばれて、うん、何やればいいですかね。とりあえず蹴れって言われて。へぇ、へぇ、え、その、マルが、その、そういった、まあ、アシストを決めた試合で、まあ、そう。え、そうなの。それ、まあ、イクミがいたんだけど、イクミに迷惑できたんだよって。わかります。蹴ったらちょうどイクミの頭にちょうど当たって、K が決めたの。あ、そうなの。それで同点なの。あ、そうなの。そこで PK で、なんとか生き残ったんだけど。へぇ、あの後の本店の子だった。で、高三。え、高三。すげえじゃん。あ、イクミラインの K だったの。そうそう。で、その、まあ、あんまりフューチャーされない部分だけど。いやいや、大事だけどね。で、その、でも、指示通りやって、うん、それがハマってるんだ。そう、それで同点に追いついて。すげえじゃん。PK 戦で勝ったんだけど。うん。それ負けてたら終わりだった。確かに。うちはもう夏でじゃから、それを負けてたら多分夏でもう引退だったから。そうだね。そう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 。でも冬までしっかり。そっからでも、あれ変わったんじゃなかった。マジか。そう。いや、おもろいね、その話聞くの。そんなんあったのね、その裏話。ええ、もういい。その時、雰囲気やばくて。夏ぐらいからあんま雰囲気良くなくて。あ、雰囲気良かったんだけど。クラスのね。クラスっていうか、そのサッカー部ね。雰囲気っていうか、なんか雰囲気を変えようみたいなのを、こう。いや、夏良くなかったと思う。確かに、なんか夏はピーピーしてたと思うよ。そう、そっからなんか夏進めていって、でもなんかあんま調子上がんなくて。なんで上がんないの、そうやって。なんなんだろう、そこら辺からでもガーンと上がったんだよね。あ、その、あ、その丸が、あ、丸が、まあ、ていうか、その試合の後のぐらいから多分上がってた。それはでも予選だもんね。予選でやってて、本来なら、夏勝ってれば、もうシードで、ああ、そっか、すぐ行ける感じだけど、ベスト8みたいな。で、うちらなかったから、うん、もうずっとそうやり続けての、だから、どんどん上がっていったと思うんだよ。なるほどね。それちょっとでも貢献できてたらよかったけどね、最後に。いやいや、それいいじゃん、丸は。それはそれで貢献できてるから。そっからね、そっからちょっと怪我したんだよね。あ、丸？マジで？意地でやってて。どう怪我したの？もう肉まらでかな。肉まらでやって。どうだったっけ。いや、知ってるから。でも俺も知ってるよな。そこから出てたよ。でも出てたっていうか、その、うん、交代で、あ、そこからなんかマッチョが交代で使ってくれるようになってて。ああ、
怪我してて、でここででもチャンス逃したらやばいと思ってそのまま出てたけど、マルはさ最後でも最後はちゃんと回復して出て、マルはそのなんか自分がメンバーになれないみたいな葛藤もあるわけじゃん、それってどう思ってんの？で、スポクラで俺らと一緒にいるわけじゃん、そういうのってなんか普段日常的にどう思ってんの？なんか例えば水泳部の俺らがいているとかさ、思いながら、まあ普段は過ごすわけじゃん、でも部活、こう放課後の部活はさ、サッカー部で過ごすわけじゃん、そういうのってどうやって過ごしてたの？いや別に何も、何も感じない、もうやることだけやってるじゃん。そうああ、ほんと。でもクラスはクラスじゃん、サッカーはサッカーじゃん、クラスはもう楽しい、楽しいね、みんなでね、楽しい、いじり合いになる、いじり合いで、で部活も別に、なんてみんな、そうね、そう、うちらはだいぶ弱かったっていうのもあって、もう助け合おうっていう、あの声だったっけ、そう、声出して、うちらの代の方針としては、そのマイナスの言葉を言わないっていうのがもう、そうなんだ、もう決まったすごいよね、でもね、それが、それすごかったね、でもみんな徹底したもんな、だからもうそれもあったのかもね、手当てないとか、どうぞ、疲れたらこうやって手当てるじゃん、そういうのも、それもなし、なしだし、そう、疲れたやつ言ったら盛り上げるし、っていう弱い部分が弱いから、そういうのことはちゃんとしていこうみたいな、そうなんだ、そうそこだけはね、そこだけはちゃんとしようみたいなのあったんだよ、そうすげえ、なんていうの、その弱いからこその、そのね、あ、しっかり、だから、昔は強かったから、覚えてるのはなんかその必ずとか絶対っていう言葉は使わない方がいいとかって K に言われて、お前何洗脳されてんのみたいな、俺言った覚えがあるんだけど、なんかそういう多分前にあるでしょ、そういう言葉の使い方も気をつけろみたいな、そうあるよね、それは、そうなかったね、その使うなみたいな、その言葉は使うなとかあったでしょ、多分そマジでその練習中とか本当にマイナスなことを言うなって、いいよな、あそういうことそういう意味合いでね、ああそういうことか、ただでさえ弱いのにマイナスなこと言ったらそういう言い方、そう寂しい、寂しいっていうか、まあそれでどんどん実力としてね、でもそれはすごいいい方針だと思うよ、ね、確かに、そっか、なんでも夏負けたからっていうのもあるよね、夏負けてるから、うん、痛み消えずにどうしようかっていう、そこからでも増えしかないもんね、上がるしかないから、もうなるほど、それが一番良かったと思うよ、でも今それはもうなんで、もし後輩に教えるとしたらそれは絶対教えてあげたいけどね、あ、サッカーをですね、先輩として、ああすごいね、なんて言うんだよ、過去の先輩たちはすげえ、それは言った方がいいね、なんかめちゃくちゃそういうの言える人ってなんか強かったわけよ、強かった、みたいな、いやいやいや、もちろんで、冬も開けてみたいな、うちはもう弱いで言ってるから、弱いっていうのは先輩のつながりもありながら見てて俺ら弱いなみたいな、そう思うわけでしょ、でも結局結果を出してるわけだから、選手権出てるわけ、ってことは何かがあったわけ、そうね、そのってことは冬から春にかけてね、決めるか、決めようか、じゃあ これ編集できるか分かんないけどね話がバラバラだからね、そう話バラバラ、とりあえず閉めた方がいい、一回閉めといて、もう3時半だもんね、閉めたね、とりあえず同級生の丸とスポーツ推薦スポーツクラスの話をしましたで OK、これでいいです。